分かってねえな。なんでアインクラッドの俺を生かしてこの…アインクラッドのお前も同じことを言う。やっぱりさ、重要な…だからさ、お前を楽しませる気はさらさらないが、俺はフィリ…絶対に…遅いんだよ。残りはプーが残したアップデート。よし、フィリ。うん。いくら調べてもアップデートの項目がない。このコンソールじゃないか。ごめん、時間がないのは分かっているけど。そうか、まあいろいろあったもんな。いいよ。ありがとう。こっちに座って。わかった。私、この世界に来てから私の中が空っぽな気がして、私はどこの誰なんだろうってね。フィリア。そんな時、キリトと初めて会った時、私キリトにこ…ああ私、キリトと私って本当に最…まあ初めて出会った女の子に攻撃されるとは思わな…今更だけど、ほん…あ、いいよ、出会わなかったらこうやって話すこともなかったし。キリトはさ、その後なんで私が一緒にそ、うん、不安だったんだよね。自分自身のこともよくわからないのに。でもそれからキリトと一緒に冒険してすっごい楽しかった。だけど謎のエリア素性、キリトはよくつ…俺は楽しかったよ、フィリ…キリトがいてくれたからね。なんでって言われても。でもキリトと一緒にいる資格なんてない。そんなこと思うわけないじゃないか。す…ああ、
キリトはずるい、悔しい。いつの間にか俺が罵る。うん、キリトの言葉はホローフラグメントなんだね。え、なあフィリア、ため息なんてつく。キリトのバカだから。なんでバカ。なんでもない。さあキリト。おなんかわかんないけど急に。でもその前に。何。俺。え、フィリアは人を殺していないよ。もう。どういうこと。私がホローデータで、もしそうだったら。あ、落ち着けフィリア。まずフィリアがオレンジなのはシステムエラー。君がここに来たのは確か11月。やっぱフィリア、通常ホローエリア。それともう一つ、プレイヤーと万が一同時に存在してしまった場合はホローデ。でもあと11月7日、75層のボス攻略の際にアインクラッドに。おそらくフィリアはその時の。そしてシステムが問題を感知して、フィリアは混乱して自分のホローで予測外の出来事が重なった結果、システムはフィリアのデータに。それがオレンジカーズ。本当なの。大丈夫、確認した。この目でログを見てきたんだ。フィリアがこ、つまり君は誰も。じゃあ中央コンソールの場所さえ分かればエラーを。そうしたら転移も可能になる。一緒に戻ろう。キリト。バカでお人よしで。そう。でも怖かった。もう大丈夫だキリト。そうだよね。それじゃあまたね。よし、 よし。キーボー、ちょっといいかな。キリト君、フィリアさん、本当に。でもそれにしてはキリト君、アップデートによる。ユイちゃん、そんなことは可能なの。団長、パパのお話を聞く限りないとは言い切れません。実際にホローエリアで審査されたデータが、もちろん必要以上のデータ改変がない。そして推測ですが。はい、規模、データ量は全く異なりますが、ホロ、未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアは、まだ点在すると思われますが、75層のクリア時に、このアインクラッドと本来、ホローエリアアップデートの上書きにより、メインホローエリアで起きたことと逆の現象が、アインク、そう、おそらくプレイヤー ID が削除された上で、プレイヤーが生存しているという情報は維持されるの。想定される最悪、先ほどにもあったように、あ、それを修復しなければなら、はい、アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のためプレイ上書きしてアインクラッドに実装してしまう。あくまでもこの状況下における最悪な。実際にアップデートされるまでこの推測が。ゆいちゃん、ありがとう。うん、絶対に。パパ、ママ、はい、すっごく
うん、だって私は。パパ、では、さ、おお、今、プーの、どうやらプーは、パパを罠に陥れた後、いえ、プーは次のエリアに行った後、寄り道せずに、ボスへ挑戦しています。そして、ボス、その後は、もしかしたら、こういうユーザー、はい、パパ、すぐに、あ、あれ？あ、はじめまして、フィリ、ユイちゃんがいろいろ調べてくれて、私を、え、そうなんだ。私もみんなも、フィリアさんが必ず向こうへ、そう言ってもらえて勇気が、ほう、じゃあこ、あ、ちょっと、コンソールメニューの深い場所に、はい、中央管理コンソール、ほやはりプーが、じゃあプーがいな、その可能性、あ、パパ、すみま、管理区の地下に入るには、実は、このホロ、はい、プーも、全エリアボスを倒してから、中央管、でも、管理区の地下に、うん。あんたがこうやって呼び出すということは、例のホロエリ、何が起きるの？あ、アップデ、何ですか？じゃあみんなで逃げ、計画が実行される前に、確かに、どこにいてもデータを、ということは、止める方法がキリト君、それなら、やるしかな、うん、私にできることがあったら、はい、オレンジキリトさんがいれば、武器や防具はしっかりメンテしてよね。それと、そういえば、アスナはどこに行った？ちょうどお話、はい、皆さん、まったく、ごめんなさい、ヤギ、俺はどっちかっていうと作、仕方がないだろう、食材を集めるにも、クラインのおかげで美味しい料理、ああ、しかしいいのか、アインクラッドセ、そういうこと、というわけで、私、決起会ということで、今日、おいしいですよ。ふわー、これはまた豪勢だね。お代は当然、キリト持ちなんでしょうね。